立って回ったりしてね。はい、条件を変えて反対側にしてみてですね。でね、こんな風にしてこう回転させると、頑張ってスナップを効かせるとよく回りますね。立って回ったりしてね、固定してます。こちらはですね、同じように感じないんですけど、回るは回るんですけど、なんかすぐ止まっちゃいますね。手応えがないです。こっちはいい感じでぐるっとですね。でこちらの方が、あのゆで卵で、こっち生卵なんですよ。生卵の方はほとんどこう引っかかりがなくて、まあ、中が流体に近いっていうことで、こう一緒に回ってくんないわけですよね。こちらはあの、固まってるので、ゆでてあの固まってるので、この殻っていうんですか、殻とこの中身が一緒になってこう回ってくれるわけですね。まあ、コマと同じようなものですかね。じゃあ生卵の方は、おそらくこの殻とこの中身がですね、ところがこうずれるっていうか、まあ、別々に、中身はそのままできるだけいようとして、こう周りだけが一瞬こう回ろうとするだけで、こう回転運動に、効果的な回転運動にならないとですね。ということで、ゆで卵と生卵の見分け方です。これゆでる時にも失敗して、こう亀裂が入っててね、あのゆで卵だっての分かっちゃったりするんですけども、フィルムケースにこちら粘土が詰まってます。油粘土ですね。ぎゅっと詰めてあって、だいたい 50g ぐらいなんですけど、でこっちはあの、ちょっとキャップ開けるとこぼれちゃうんですけど、これ水が入ってます。ちょっとあぶく見えると思うんですけどね、もうただの水です。こっち 30g ぐらいで、あの重さはあのちょっと違うんですけど、ちょっと区別、背景が白なんで分かりにくいので色を塗ったつもりなんですけど、こっち黒ですね、塗ったつもりです。はい、でちょっと撮影の関係、あまりこう長いケースが使えなかったんですけど、中の方ですね、水が入ってる方が早く転がるんですね。条件を変えて反対側にしてみてですね。ですね、若干こちらの水が入ってる方が、あの足回りが早いんですね。ね、こちらの、粘土が詰まってる方は、このフィルムケース本体と粘土がこう一緒になってこう回転するんですね。ね、まあ、あの難しい表現になっちゃうんですけど、あの完成モメントっていう表現を、まあ、使って説明することはできるんですけど、こちらの水の方はですね、流体なもんですから、このケースの回転とこの水の方がですね、こう一緒にくっついて回らないんですね。この状態を保って、状態というか一緒にこう回ってくれないと、で足回りが速いということなんですけども、こちらの粘土の方ですね、こんな風にしてこう回転させると、ね、コマのようにずっとこう結構回転が維持されるんですけど、こちらの水だけの方はですね、結構頑張ってもなかなか回りません。別に不器用なわけじゃなくて、一生懸命結構真面目にやってるんだけど、ほとんど手応えがないですね。ケースだけがこう空回りしちゃって今回転しません。こちらの方は割とそんなに頑張んなくてもですね、結構いい感じで回るんですね。で手応えありません、ね。似たようなことは、あのよくゆで卵と生卵を区別する実験で、ゆで卵の方は中固まってますんでね、殻と一緒にこう回転してよく回るって分かるんですけど、生卵の方はこう手応えがなくてこう回転しないので、区別がつくっていうようなね、そういう
演じ実験もよくされると思うんですけど、原理は同じような、大体同じような感じです。